こんにちは、丸山です。八ヶ岳コモンズ、北杜市、山梨県の北杜市にあります、旧高根清里小学校、まあ、廃校の有効活用ということで提案させていただいた事業なんですが、まあ、それをちょっと頭の中整理したいなと思ってこんな動画を作っています。いくつかの柱がある人ですけど、これは、八ヶ岳清里資料館、あとは八ヶ岳清里アーカイブというのを今考えています。いわゆる普通の小学校でいう、まあ教室を使って、まあ、その地域の歴史、それから文化というのかな、まあ、そういったことを感じ取れるものを作りたいなと思っています。いわゆるよくある資料館っていうのは本当にね、なんていうの、コミングっていうのが、まあ、木で作られてるとか、電気使わないとか、あと、まあ、木と鉄ね、鉄でできてるとか、電気使わないとか、あと熱源は炭だったりとかね、そういったものは結構いろんな地域で、民族資料館っていうのはあると思います。山中湖にもありますし、北杜市にももちろんあります。ただこうずっと時代がもう今2019年2020年になる時代で、もう、僕が生まれたのがもう1960年代ですから、もうそこでもう50年以上、60年近く経ってるんですね。で、その頃ってその電化製品あったんですよ、やっぱり高度成長時代だし。で、その後1970年に大阪万博があったりとかして、まあ、未来はこうなるよみたいなのがあった。ただどういうわけか、その民族資料館、歴史資料館、地域のものに関すると古いものは取ってあるんだけど、比較的最近のこの50年、もっと言うと戦後ですよね、戦後70年ぐらいの民族資料に関してはほとんど残されてないというか、あんまり取ってないんじゃないかなっていうのはすごくあります。で、まあ、今回ここの、八ヶ岳清里資料館を作るにあたって一番2つの柱で考えます、これですね。一つは、開拓の歴史。タクだからいつも違う。こっちが石。開拓の歴史。それと、あと観光の歴史ですね。本当にね、僕自身が実は1981年か、その頃に実は清里のペンションでアルバイトしてたんです、僕自身が。なのでいわゆるこうブームが始まってくるところをまさに、まあ、アルバイトですけど、ね、ペンションのアルバイトの一人として、実は体験しています。お客さんを駅まで迎えに行くのに、通常ならもう10分もかからない駅の場所なのに何時間かかるのみたいな状態があったんですよね。まあ、そんなことも実は体験をしています。で、あの頃の清里、本当に神戸線からたくさんの人が降りてきて、清里の駅前を本当に、まあ、当時の言い方で言うとね、原宿の竹下通りみたいな言い方をしてましたけども、確かにそんな風にして人がたくさん歩いていました。で、それが、まあ、いわゆるバブルが崩壊して、いわゆる失われた10年、20年があって、で、だんだん観光地も寂れていって、で、今駅前は本当にシャッターを下ろしているお店がたくさんあります。まあ、そういった、ただまだね、次のまた何か来るかもしれないなと実は思いがあって、で、ただその、観光の歴史っていうのも、まあ、当時の発行されていた雑誌、例えばアンアンとかノンノとかペンションガイドとかいろいろあるんですけど、まあ、そういったものも実はもうすでに歴史的資料なんで、地域資料なんですよね。なので、まあ、一つは、清里ですからね、清里、八ヶ岳の観光の歴史、これは本当にね、開拓の話なんですよ。山梨県にね、大河内ダムというのが作って、まあ、東京の水源、高度成長時代を迎えるにあたって水が足りないと。
で、なんとその東京都の水がめを作ろうということで、大河内ダムというのが作られるんですけど、まあ、その湖に沈んでしまう村があって、でそこからの移住者を募集し、その方たちが、清里に移住、まあ、入植して、開拓をして、で、まあ、今日の、まあ、ある意味基礎を作ってきた、礎を作られてきた方々がたくさんいらっしゃいます。まあ、そういった開拓の歴史が実は清里にはあって、まあ、他の観光地とはちょっと違っているところがあるんですね。で、まあ、開拓の歴史で、もちろん皆さんもよくご存知の、ソフトクリームで有名な清泉寮というのがありますけども、そちらを作った、ボルラッシュ博士という方がいらっしゃいます。なので、まあ、清里には、一つその入植してこられた方の歴史、それとポール・ラッシュさんが始めた、立教大学から始まる、研修所から始まった、今のキープ協会、聖戦寮につながる歴史、それと、あと、年場原の方の、まあ、また別のエリアの、ね、開拓の歴史とかも実はあります。そういった地域の歴史、開拓の歴史 を扱った場所、それと、その1970年代後半から始まった観光のブーム、それと今に至る、その変化といいますかね、そういったものの、ある意味清里の観光って何だったんだろうっていうことをこう客観的に見るようなことができる観光の歴史を扱っていきたいなと思ってました。で、一つはまあこういうね、教室の中を、まあ、どういうふうにするかまだ考えてないんですけど、まあ、こうパーテーションとテーブルと置いて、まあ、こっちに入って、こっちに入れみたいな、なんだこれみたいな感じですけど、まあ、物理的にはパーテーション、それから展示テーブルがあって、見れると。で、もちろん歴史なので、まあ、時間軸ですよね。で、何がどう変わってきたか、それと、まあ、人物、どんな人が関わってきたのか、で、何を作ったのか、そんな風にしてまとめられたらというのは思っています。で、もちろん展示できる、ね、ものあればたくさん展示したいですし、それから、まあ、開拓の歴史あるいは観光の歴史の、まあ、例えば写真とか当時の写真とか資料とかあるいは本雑誌、そんなものがあったら嬉しいなと思います。資料はもちろん、チラシとか、チラシとかたくさんね、ペンションのパンフレットとかたくさん出てるんですよ。で、あるペンションのデベロッパー会社さんが作った冊子も僕が見ていて、まあ、そんなのが出てきたら嬉しいなと思ってます。まあ、これを集めたいのと、それからあと、書けるかな。あとね、オーラルヒストリー。今、まだご存命の方で当時のことを知ってる方はまだ何人かいらっしゃるというふうに聞いています。そういった方にお話を聞くとか、映像で記録を撮らせていただくとか、そんなようなことを考えています。まあ、そんなふうにして、物があれば物も欲しいですよね。当時使っていたもの、うちの理事長はトラクターが1台欲しいと言っているんですがまあそれも、まあ、ちょっと年々庭先というか校舎のお素材展示したりとかもあると思いますけど、まあ、そんなふうにして清里の開拓の歴史、観光の歴史、まあ、いわゆる歴史資料館になる可能性が高いですが、まあ、そんなものが分かる場所にしていきたいなというふうに思っています。まあ、とりあえずパーテーションと、まあ、展示テーブルは今いくつか用意できているのでできるかなと思います。パーテーションもちょっと用意しなければならないので、まあ、それとそれからあとこの展示のパネルですよね。解説用のパネル、いわゆるインフォグラフィックスというかビジュアルで分かるようなものを作っていきたいなと思っています。なのでこれもね、どこまで、来年の4月のオープンの時どこまでできるかなって思うんですけど、できるだけたくさんの資料を集めたりとか、オーラルヒストリー、ビデオとかね、録音させていただける方に、まあ、当時の話を聞いたりとか、そんなこともしていきたいなと思っております。八ヶ岳清里資料館
それと八ヶ岳清里アーカイブ、これらのものも できるだけデジタル化をして、まあ、公開ネットでのホームページウェブサイトで公開できるものは公開していきたいなと思っています。やることいっぱいです。